シェイバーミステリーを大きく取り上げたアメイジング1947年6月号リチャード・シャープ・シェイバーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ベリック生まれの作家アーカンソー州サミットで死去 SF パルプマガジンに同志の編集長であったレイモンド・エ・パーマーと共に後にシェイバーミステリーと呼ばれるシリーズを執筆同シリーズは激しい論争の的となりシェイバーは 大いなる悪評を得た。シェーバーの人生の初期についてはほとんどし、1943年、シェーバーはアメージングストーリーズ仕当てに一通の手紙を送る。その手紙で彼は自分が古代の言語、マンタングを発見したと主張した。マンタングでは、おののの音は隠された意味を言うし、その変換式を適用すれば、いかなる言語においてもその中に隠された秘密を明らかにするとされた。 レイ・パーマーは、マンタング変換式をいくつかの単語で試し、シェーバーの発見には何らか意味があると受け取った。パーマーは、シェーバーに、どのようにして、マンタングの秘密を知ったのかについて質問状を返信した。それに対して、シェーバーは、未来の人々への警告と名付けた一万語の文章を送り返した。そこには、有史以前に高度な文明を持ち、地下に都市を築いていたが、 太陽からの有害な放射線を避けるために、他の惑星に移住した古代種族について書かれていた。宇宙への脱出から取り残された古代種族の一部は、高潔な精神と人間らしさを保った、テロと、大貨史邪悪で、サディスティックな怪物となり果てた、テロに枝分かれしたという。シェーバーによれば、同血都市に住むテロたちは、数千人に及ぶ我々地表の住人を誘拐し、食用そして、 娯楽のための拷問に教している。そのために、彼らは偉大な古代の祖先たちが残した不可思議な光線機械を用いて、我々の精神に直接邪悪な想念や音声を投射して苦しめているとされる。デローの悪意は、偶然の軽い怪我や病気から、航空機の墜落事故、あるいは破局的な天災に至るまで、ほとんどあらゆる不幸の原因であると言っても過言ではない。 またデロは地下のホラー穴都市に生息しているにもかかわらず宇宙船あるいはロケットによって地球外の悪意ある存在と交渉を持っているともされた。シェーバーは自分が過去数年間彼らの囚人となったことがあり自らの目でデロと彼らの地下都市についての知識を得たと主張した。レイパーマーはシェーバーの読みにくい原稿を編集しリライトし 総語数を3万戦後に増やした。このリライトされた記事、レムリアの記憶、アイリメンバーレムリアが掲載されたアメージングストーリーズ史1945年3月は柴田拓間に完売し、世間に激烈な反応を引き起こした1945年から1949年の間、アメージングストーリーズ編集部は、シェーバーの主張は真実であると証言する読者からの 手紙で溢れ返った。テロが実在する証拠の一つとして、シェーバーは出所を説明できない音声を上げた。電信の通信員たちは奇妙な音声を聞き、地球空洞内部から来た住人に出会った。パリから届いたある女性の手紙には、ビルの秘密のエレベーターで一深く,くに拉致されたという体験が綴られており、数ヶ月に及ぶ強姦と拷問の後、 彼女は一軍のテロたちによって助け出されたのだそうだ。この説は当時の主力新聞数紙に掲載され、ライフ氏は1951年5月21日号で8ページの特集を組んだ。シェイバーミステリークラブの会員賞はいくつもの都市で価値が跳ね上がった。1945年から1948年まで、 アメイジングストーリーズ誌の内容のうち約75%がシェーバーミステリーの関連するもので、時にはそれ以外のものの掲載を意図的に排除しているかのようにさえ思えるほどであった。多くの SF ファンのコミュニティはシェーバーミステリーをシェーバーのデマと呼び公然と非難した。パーマーによるアメイジングストーリーズ誌の路線変更に対してすでに怒りを抱いていた熱心な SF ファンたちは、 シェーバーミステリーに関する記事の掲載を一切やめることを出版社に請願する圧力運動を組織した。パーマーはアメージングストーリーズ氏に届くシェーバーミステリーに会議的あるいは批判的な手紙をたびたび紙面に載せ彼自身を含むシェーバー信奉者による反論を繰り広げていた。1948年アメージングストーリーズ氏は シェイバーミステリーに関するすべての原稿を公表するのを終了した。雑誌掲載が終了したにもかかわらず、シェイバーミステリークラブは驚くべきしぶとさを示した。クラブの代表は、ジョン・レベルがパーソナリティを務める人気ラジオ番組で、1950年代後期に数回、シェイバーミステリーについてディスカッションを行った。 パルプマガジンの人気が後退した後でさえ、パーマーは、シェイバーミステリーを推し進め、ただでさえ減少する定期購読者をドン引きさせた。シェイバーと彼の妻は、シェイバーミステリーマガジン誌を数年間不定期に、刊行した。1971年、パーマーは、シェイバーが8年を費やしたのは、デロの地底都市ではなく、精神病院であると公言した。 しかし、自らの発言にもかかわらず、パーマーは、シェーバーミステリーは、日常的で、物理的な現実世界においてではなく、むしろ精神的で、アストラル界での出来事であり、あくまで本物であると主張し続けた。1960年代から1970年代において、シェーバーは、有史以前に長種族が存在したという物的証拠を探し続けた。 その探索の果てに彼はある岩を発見し、それは超古代文明によって作られ、画像と文字が書き込まれた岩本であるとした。その後彼は岩本の考古学的な重要性を訴える原稿を書き、写真を撮り、そこから得られる画像のイメージを描き続けた。彼は図書館に対して岩本の貸し出しを許可する手紙を送り、磨かれたメノウの白編とアトランティス人によってその内部に、 特殊なレーザー装置を用いて描かれたとされる文字、絵画、写真についての公害を書き送った。1947年のケネス・アーノルド事件の後、全米に UFO 熱が燃え上がった。パーマーは、これに先立つ、数年前、シェーバーは、デロの宇宙船について言及しており、空飛ぶ円盤こそシェーバーミステリーが正しかった、証明であると主張した。 このシェーバーとパーマーが空飛ぶ円盤フィーバーを先取りしていたという考え方は後に作家ジョン・エーキールによって擁護された。キールの1983年の著書マンフー・インベンテッド・フライング・ソーサースで彼はパーマーは画家に対して読者に受ける絵を描くように命じた。また円盤系の飛行機会は1947年6月に先立つ遥か昔に アメージングストーリーズ氏のカバーに登場していた。これによって100万もの人々が国家的なニュースメディアが報ずるよりもはるかに早く空飛ぶ円盤という概念にさらされていた点に注意すべきである。新聞売り場に並ぶ空飛ぶ円盤に飾られたアメージングストーリーズの表紙をちらっと見てそのイメージが人々の潜在意識に植え込まれたことは十分考えられると述べている。 ありがとうございます。